あきる野市にお住まいの皆様こんにちは。参議院議員の朝日健太郎です。今日はあきる野市役所にお邪魔をしております。あきる野は道路整備も進みました。ただ一方で災害対応、これがこれから重要な政策課題だと思います。私も国土交通大臣政務官として務めましたけれども、災害に強いあきる野を皆様と共に作っていかなければならないと思います。